はい。とにかくニコたちが今やらなきゃいけないのは英会話の特訓よ。英語のレッスンなんて学校の授業だけで十分なんだから。え？両方とも同じ？何言ってるのよエリー。英語と英会話とでは求められる能力が違うでしょ。英語は文法や単語をどれだけ知っているかという記憶力が大切。でも英会話には相手の気持ちを汲み取る機転とセンスが必要なの。知識だけだと相手が何を考えているのか、どうすれば喜んでくれるのかを理解できないでしょ。そのためにも英会話の技術を磨かないとね。とにかくまずは実践あるのみよ。世界に羽ばたくスクールアイドルを目指して。それじゃ始めましょう。I'm ニコニー。 Do you know? ニコニコニー。 はい、 Repeat after me。 ってちょっと、なんで大きくため息をついてるのよエリー。あとのぞみ、あんた顔背けてるけど笑いこらえてるのバレバレよ。さあ2人もこんな感じでやってみなさい。それぞれの特技を生かしたオリジナルの挨拶をね。って、いきなり何するのよ、のぞみ。わしわし